かすみ、今日から沖縄の店舗にヘルプとして1週間行ってくれって頼まれた。すまないが1週間行ってくる。今家に帰ってきて準備してる。準備でき次第行ってくるわ。え？バイトなのにヘルプでそんな遠い店舗頼まれるの？そういうのって普通社員さんが頼まれるよね。社員が全員都合悪くて空いてるのが俺しかいなかったんだ。沖縄だし楽しそうだから受けちゃった。受けちゃったじゃないわよ。その出張費はどうなるの？それなんだけど、まず立て替えしとかなきゃいけなくて、クレジットカードでなんとかする。必要最低限の現金は持ってるから大丈夫。立て替えってことは後でちゃんと帰ってくるんだよね？そう、だから心配しないで。それならまあいいけど。お土産買ってくるから。はい、気をつけて行ってらっしゃい。空港到着。そういえば一人で行くの？そうだよ、一人でのんびり満喫してきます。満喫って仕事で行くんでしょ？仕事だけどさ、時間外はのんびりできるじゃん。あー超楽しみ。はいはい、あんまり浮かれてばっかいないでよ。仕事だってこと忘れないでよ。あんたただでさえいくつか仕事クビになってるんだから、気合い入れて頑張ってきなさい。はい、わかりました、頑張ってきます。沖縄到着。今からホテル向かいます。のんきなやつね。ホテル着、目の前海だぜ。え、なんか仕事にしては贅沢なホテルじゃない？オーシャンビューじゃん。普通ビジネスホテルじゃん。あーそこなんだけどね、せっかくのホテルだから実費でホテルだけいいとこにしちゃった。はあ、そのお金は誰が出すのよ。ケンイチ出せるの？だからさ、かすみ一生のお願い。俺バイトだから出せないじゃん。頼むよかすみ。あんた最低、普段から私にばっかお金出させて。私が仕事必死で頑張ってる間にあんたは人のお金で楽しんじゃって、それでも男？男としての責任感ないわけ？今後子供ができたらどうするのよ。そんな怠けた姿を子供に見せるの？そんなまだ子供いないしいいじゃんか。子供ができたら俺だって変われるさ。それにニートじゃないだけマシだろ。夫婦なんだからさ、仲良くやっていこうよ。ほんと腹立つわ。なんであんたと結婚なんてしちゃったんだろう。まあまあ落ち着いて、こんな綺麗な海見たら怒りも消えちゃうでしょ。呆れた、もう仕事忙しいから。じゃあね。怒らないで、また写真送るから。かすみ元気？俺は仕事も順調で自分の時間も満喫してるよ。美ら海水族館も行ってきた。本当に仕事で行ってるんだよね。当たり前じゃん、よく楽しみすぎて仕事とは思えないだろ。本当のこと言ってもいいよ。正直に答えてくれたらまだ許してあげる。え、何言ってるんだよ。羨ましすぎて嫉妬？自分から正直に言う気はないみたいね。女と旅行に行ってるってバレてるよ。え、なんだよ急に、そんなわけないじゃん。昨日あんたのバイト先から連絡来た。昨日出勤のはずだったけど連絡つかなかったからって家に連絡あったよ。昨日は一日家族サービスしてたんだってね。電源切ってたみたいで。あ、何それ、家族ってお前以外に誰がいるんだよ。バイトからの電話はあれだよ、俺が社員の代わりに沖縄に行ってるってことを知らない奴が電話したんだよきっと。社員とシフト交換したから。見苦しい言い訳ね。証拠はたっぷりとあるわよ。まだあるけど、これ以上いる？いや、違うんだよ。たまたま現地で会った親子と仲良くなってさ、一緒に写真撮っただけなんだよ。どこまで見苦しいの？あんたの不倫相手が SNS にアップしてたんだよ。
不倫相手と私の友達に共通の友達がいたみたい。友達がこれ、ケンイチさんじゃないって送ってきてくれたわ。彼氏と初めての家族旅行。まだ席は入れてないけど、年内中に入れる予定。女はコメントしてるらしいわ。そうなんだね。年末ってあと半年だけど、私との離婚を進めようとしてたんだね。そうだよね。子供までできたんだもんね。私とは子供作る気ないくせに、不倫相手とは子供まで作っちゃうくらい大切な人なんだね。違う、違うんだ。ごめん、確かに不倫相手と子供と来てるけど、これは罪滅ぼしなんだ。はあ？かすみがいつも帰ってくるのが遅くて寂しくて、その寂しさを埋めるために数年前から関係を持った。だけど本気じゃなかった。俺にはかすみしか心を許せる人はいない。だけど関係を持つうちに彼女が妊娠しちゃって、別れて降ろすことも話し合ったけど、そしたら慰謝料請求されて。仕方なかったんだ。だから彼女の機嫌を取るために今回沖縄に来たんだ。何が仕方ないよ、バカじゃないの。もう呆れて物も言えない。今まで私からいつか返すからってお金借りてきたよね。それも不倫相手とその子供のために使ってきたんだね。それはちゃんとかすみに返すよ。いや、もうそのお金は返さなくていいから、離婚して慰謝料だけ払ってくれればいいわ。待ってくれ、俺はかすみと離婚する気なんてない。彼女とはきっちり別れるから時間をくれ。子供のことはどうするの。子供は責任を持って養育費払っていく。どうやって払っていくの。バイトの分際で。慰謝料だって払わなくちゃでしょ。どうせ私が払うことになるんでしょ。そんなのごめんよ。もう散々あなたのお世話尻拭いしてきたわ。もう限界。ちゃんと帰ってから話そう。帰ってからって、とことん都合のいい男ね。バレたんだから今すぐにでも帰ってきて何とかしようという気はないのね。そんな嘘だらけの都合のいい男、ごめんだわ。不倫相手と幸せな家庭築いていきなよ。子供にも責任ちゃんと持って。待ってくれ、帰る、帰るから。しっかり話し合おう。話はします。その代わり弁護士を通してね。もう両親にも話しました。あなたのご両親にもこれから連絡をします。彼女の SNS にコメントしやがったな。彼女パニックになっちまったじゃないか。最低女に最低女って送っただけよ。あとそんな男くれてあります。お金もないクソ男だけど幸せになれるといいですねって。せっかくの旅行なのに。は？自業自得でしょ。人のお金で楽しもうとしてんじゃないよ。とりあえず今後は弁護士を通して連絡します。それじゃあ残りの地獄の旅行をうーんと楽しんでくださいね。ちなみにもううちには帰ってこないでね。旅行の間に引っ越ししちゃうから実家にでも帰って。あ、俺の荷物とか俺が買った家電とかもあるだろ。まあもう面倒なケチ男ね。あんたの買った家電荷物はあんたの実家に送っとくから。いや、その前にちゃんと話をしよう。ピーピーうっさいわね。ブロック着拒するから。じゃ、不倫相手との旅行は案の定毎日責められる日々の最悪な旅行となったようだ。その後圭一は実家へ帰ったが、両親から追い出され感動寸前まで関係は悪化した。連絡は取り合っているようだが、お金の支援などは一切受けられず、自分で何とかしろと突き放されている。かすみは弁護士を雇い、慰謝料離婚を健一に請求した。慰謝料は希望の額からかなり離れた低い金額だったが、早く関係を切りたかったかすみは受け入れ、離婚も成立した。不倫相手ともうまくいくはずがなく、慰謝料と養育費を払い続けているらしい。
最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。